足つぼ、飲みすぎた次の日の二日酔いからの高速回復。足の裏のこちらの部分とこちらの部分が黄色っぽい方は注意が必要になります。足の甲が盛り上がっている人も注意が必要になります。私の場合も若干盛り上がっております。施術に入ります。まずは肝臓の反射区です。肝臓の反射区は右足にしかありません。右足の小指と薬指の落ちてたところの部分が肝臓の反射区になります。まずはそこから揉みほぐしていきましょう。そして次は糸腸の反射区になります。糸腸の反射区は土踏まずの部分になります。こちらのツボは左足と右足両方に存在するので、両方しっかりと揉みましょう。次は腎臓の反射区になります。腎臓の反射区も左右に存在します。位置は人差し指と中指落ちていったところのこの部分が腎臓の反射区になります。お酒をたくさん飲むと尿の量が増え腎臓に負担がかかります。こちらを揉んでどんどん尿を出して腎臓を元気にしましょう。まとめです。こちらが右足の肝臓、こちらが糸腸、そして中指人差し指落ちてたところに腎臓のツボがあります。こちらを基本ゾーンと組み合わせて高速回復を目指しましょう。嫌な二日酔いしかり、食べ過ぎ、もたれ、倦怠感にも効果があるので、ぜひこのツボをマスターしたいですね。次の動画で待ちおろです。